いかに美しいものといえど、いずれは過去ならば、か弱き我らにできることは何か。それは一日でも長く、その美しさをとどめることのみである。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。あっ、いっけー。それ、核液たる炎よ。えい、畳みかけるよ。この調子、これでどう。触れることは許してない。それ、倒してみせる。動きは全部見えてるよ。用意できたよ。せめい、この一撃で決めるよ。あ、私を阻むエレームは一瞬で敗にしてあげる。せめい、あ、それせめい、でも燃やこの炎からは逃れられないわ。あ、燃え上がれ核液たる炎よ。これでどう。あ、潰せられできたよ。この一撃で決めるよ。それ畳みかけるよ。完全勝利。私の活躍どうだった。本当に見てるだけでいいの、ミント？レウケボ、手助けした方がいいと思う？わからない。あの人でもヘラ様が困ってるよ。ならヘラ様のお手伝いをしよう。まだやるつもりなの？持ちこたえろ。これは我々の責務であり、名誉でもある。まったく、あの団長にしてこの部下ありね。双方、そこまで。ほんと、無礼者ばかりね。どう？それ、畳みかけるよ。どう？これでどう？どう？それ！焼かれる覚悟はできてるかしら？どう？哀れな化け物だ。畳みかけるよ。準備完了。いつでも行って。生意気ね。核液たる炎よ。それ燃え上がれ核液たる炎よ。この炎からは逃れられないわ。どう？図が高いわ。燃え上がれ核液たる炎。一撃で決めるよ。触れることは許してないわ。それ怪我の具合は。哀れな化け物だ。どう？それ燃え上がれ核液たる炎よ。
優雅な勝利。当然の結果ね。さあ、人形劇の開演よ。はっ、思ったよ。やっ、しまいなさい。で、盛り上がれ、核へ来たる炎よ。はっ、どう、質が高い。さて、エピローグまで演じましょう。で、核へ来たる炎よ。はっ、サドラミちゃん、悪いな、そうにしてた。それマドロミちゃん、お願い。踏みつぶしてあげる。汚れです。この炎からは逃れられないわ。哀れな化け物だこと。やれやれ、つまらない結末ね。ここはデモクリトス通りかしら。ロン君の証言によると、彫刻協会に行く前にこの辺りで絵の具と画用紙を買っていたとのことです。へえ、ここが夢の中か。数人を同じ夢に入れちゃうなんてすごい力だね。みんな、向こうにあの少年がいるわよ。追いましょう。待ちなさい。夢の中の私たちは招かれざる客のようなもの。もし夢の主に見られたら、きっと夢から。ここでは時間を早めることまではできないし、ひとまずこちらへ。今は彼が犯人を見たという時間まで待つしかないわ。あれって、おねいろいちゃんが持ってたぬいぐるみだよね。マドロミちゃんだよ。今は別に驚くことでもないわ。夢の中のおねいろいは全知全能の存在のようなものだから。ほう。さて、そろそろ行きましょう。止まれ。ずいぶんなご挨拶だな。さあ、人形劇の開演よ。お待ちよ。盛り上がれ、核撃隊炎よ。は、無駄な時間だったか。これでどう。さて、エピローグまで演じましょう。許してないわ。
この炎からは逃れられないわ。よし、サドロミちゃん、お願い。踏みつぶしてあげる。足蹴りしてあげる。せい、ふっ、せい、燃え上がれ、や、白液たる炎よ。ふっ、どう、それ、せい、や、ダイヤの飛んでいけ。やれやれ、つまらない結末ね。